介です。よっと、やっていきたいと思います。対戦相手の方が、天才スニペですね。よろしくお願いします。リンクのアイコン。いきなりはストレートのように見えますが、ちょっとコメントでね、エース狙ってんのあかんぞみたいな指摘されてて、やはり確かにそうやなと思って、そういうとこやぞみたいなコメントありましてね、前回の動画に。確かにそういうとこ大事やなっていう。なんかエース狙いに行くっていうのはあまり良くない。やっぱビッグストレートとか、そういう系狙いに行こうかなっていうね。そういうお話になると思いますわ。ここは、2とかこれ狙いに行ったらあんま良くないんですよね。だからここはね、ちゃんと4狙いに行くようなイメージ、リンググレースやったら、じゃあもうこうしようよっていう。ね。両刀。で、あかんねやったら、やめてねっていう話になるから、ここもデュースで行きますわ。一回挑戦するってことが大事。挑戦すればやっぱね、当たりきますんで。適当に野球でバット振って当たるみたいな感じで。振らなきゃ当たらない。逆に言えば、振らなければフォアボールっていう手もあるんで、そう考えるとやっぱ、何でも振っていいもんちゃいますねってことだよね。そんならどうなんでって話で、わからへんっていう話だよな、結局な。何でもかんでもやっぱさ、ストレート狙ってバット振っていくっていうのもあかん、やっぱり。あえて振らずにフォアボールを狙って出塁するっていう手もあるんで、考え方しないかなと思います、結局。だからエース狙ってもいいんかなって。いけ!さあ、ここは、おっしゃ、ダイレクト生出しでお願いします。あかんかー。ほな、まあ、しょうもないストレートで、いきます。S ストレート。さあ、何番?ビーストビーストちょっと困って、ウルトラビーストということですよ。この場合とか、エース狙いますとか言ったらね、発狂される方とかおるからね。エース狙うわ。オッケー。この最低保証ラインがありますからね。このエース狙いが必ずしもクソかと言ったら、わからないんですよね。でも大体このパターン危ないのな、ほんまに。危ないです、非常に。さあ何狙う ?6? あ、そうか、4が埋まってんのか。337拍子いこうと。いかがでしょう?まあ、最低保証のブルーラインですね。相手4、4つ当ててるからな。これはまあ、楽ちんですもんね。おっしゃ。333。で、さらにも4つ当てるわ。ヨット。よし !4 つからのヨットいこうか。生出し!砲台数ですかね。トレイ取るってもだって意味ないもんな、これ。これでだってさ、保険ならへんのよ。結局全部3つ当てなあかんねん。砲台数取った方がよかったんちゃうか。さあ、これは6633のフルハウスを狙わないというスタイリングメンバー。エースを使わせていく。ハッコン。さあ、544、乗ってきたか!これ5やな。いや、なんならもうここまで行ってもいいのか?違う。もうここは今回ボーナスプラン組んでるから5でいいね。今回はフルハウスよりかは、ボーナス狙ってるんで。しくじりできないので。うわー。ハウス取るかな?ハウス取るわ。よし。ハウス取るわ、もう。何回でも言う。ハウス取るわ。悩んだけど、ここハウス取っといたらだいぶ楽になるのよな。同じ数字狙えばいいから。ビッグスレッドなんてもう当たらへんからさ。さあ !4 ディセ。うん、まあ、砲台取っても別にお話、よし、これラッキーかな。相手だってボーナス確定、ほぼ確定なのに、タイム入れたら美味しいですね、これね。よし、66でいこうか。66ビーム!よし、頑張った!おっしゃー!頑張った!偉すぎる。4番!生回転!あ!
これはね、24なんですね。ここを多分放題数入れ、めちゃくちゃ入れたいけど、それって欲張りの思考なんですよ、結局。史跡言うんですかね。それは違うか。うわー、おうちだ。帰った方がいいんちゃう？これ入れるやろ、さすがに。ここで入れへんかったらね、欲張りですよ、ほんまに。だって、あなたボーナス確定してんねん。入れや。そう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 。さあ、5番。あ、じゃあ5番で、5-5で、最低保証ウルラインが欲しい。いけ！粘って！あ！ここ頑張ってほしいよな。1本。1本、1本、1本、1本。はい、ドシーン！でかい。よし、あと4、1個で確定やから、もう、狙わなくていい。なんかビッグストレート狙って外れたついでに入れるわ。これフォーダイス狙うつもりやな。やめろ。オッケー。甘くない世の中。え、フルお家間違えてんねん、それ。うん。え、そんな指定フォーダイスありかよ。6指定でさ、チョイスに切り替えたらついでに当たったんや。なんだそれ、運いいな。あ、ビッグストレート見えますよ。終わりだ。光さす道となれ。あ、諦めるふてくされんなよ。6、うわー、ふてくされそう、ほんまに。あ、じゃあいいよ、じゃあもうこれで。ラボーナ取っといたるわ。やばい、ふてくされそうなるわ、ほんま。うわー、こんなん、だって4番で狙いどこやろ。あ、6にしとき、6にしとき、よし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 。うわぁ、チョイスもでかいなぁ。もう生テイストあるな、これ、チョイスの。うわぁ！やばいなぁ。何かしら打点。俺なんや、ビーストか。打点がもうないのよな、正直な。だから、フォーダイスとかの、デメ狙うしかないねんけど。まあまあ、もうこれチョイスですね、今回は。あ、4万、まあ、一応フォーダイス出る可能性あるから、全部振るわ。あ、出ろ。ええー、今頑張ったらフォーダイスやったやん。今のフォーダイスやったらめちゃくちゃでかかったのにね、6のフォーダイスで。さあ、これヨット狙いヨット切りしてくれたのありがたいかな。オッケーオッケーオッケー。よし。ヨット切らせて、でも、苦しいな。ボーナス取られたらもう、アウトやもんな。2-5 かな。2-5 から、まあ、3-4引いて、オッケー。ビッグストレートオッケー。で、一応追いすがってはいるんですけど、これもうボーナス取られたらもう追いつけない。これは届かないってなるケースがあるからな。お、ここは2かな。2何個当てるやろ。もう1個で勘弁とかにしといたらどうや。よし、1個で勘弁してくれた場合は、相手が2つではボーナスが取れないので、今のもう1個当てなあかんかったね、相手ね。で、これ5の4ダイスで打点取りますかね。いけ！いや、なんでお前そこ喧嘩すんの？仲良くしようや。いけ！いやー！これ、ボーナス取られたら負けるもんね。どちらにしろね。いや、そんなことはないか。6、2つ当てられて、179。で、ラボーナ。あ、じゃあもう、フォーダイス切るわ。で、これ相手が6当たらなければもうそのまま勝ちやから。よしよしよし、そのまま勝ちでいいや。2つまでは許容範囲なんで。はい、転がって1つなので大丈夫と。オッケー！ノートラボーナね。はい、ありがとうございます。オッケー！まぁ、ちょっと危なかしい試合ではあったんですけども、まぁ、なかなか頑張った。まぁ、これサイコロにね、ほんま皆さん、拍手してあげてください。サイコロが頑張りましたよね。もう一回やってくれるかな？やってくれますね。さあ、天才スニペとの、ディセ勝負。これ何のことやと思うかもしれませんが、スナイパーではスニペと書きますんでね。スナイプっていうのは英語でね。綴りが。綴りっていうのはその英語の文字のことです。で、ディセっていうのはダイス。
っていうことですからね。英語の話です。まあ、みんな分かってると思うけどね。さすがに。もうここまで来れば。さあ、4番。さあ、S ストレート。S ストレートの S は、しょうもないの S ですね。しょうもないストレートなので。失礼やけどな。S ストレートに対、人間に対して。ストレートに見えますよ、これ。うわぁ、これ、ヘポコに、ヘポコが当たりそうやな、これ。大丈夫かなぁ。ヘポコが当たったな、これ。この場合はどうしたらいいんや。デュースでいいんかな。やらかしたっていう形になるからな。でも人間誰しもやらかすからな。やらかした後が大事。どう隠蔽するか。それとも素直に謝るかっていう。よいしょ。さあ来た。お家？いや、ダイレクトテイスト弱いな、さすがにここは。2位俺使っちゃったよ。6番。じゃあフルハウスカツチョイス行きましょうか。回転打法。オッケー、チョイス。26チョイス、オッケー、負けました。先にチョイス切ったらあかん。まあ、今のところね、その、ストレート狙って、クソ外れ。フルハウス狙って、クソ外れってとこやから、攻めた結果、やっぱクソ外れ食らうんよな、このゲームって、やっぱり。攻めない方がいいわ。もう、ちんたらやってる方がいい、これ。ほんまになんかさ、おっしゃ、俺当たるぞみたいな言ったらあかん。これとかもだから4-4とかで攻めれないんですよ。だからもう5とかで行くしかない。フルハウスは狙えないからもう。で、この S ストレートは、いいですね。この16両待ちなんで、3分の1でいけるから、ほぼいける可能性高い。アウト。ならまあ取りますよ、という話になってくる。さあ、これ全部大きな数字。5566で狙ったらどうや、ここは。これ当てられても持ち方ないからね。ほぼ当たるんで。当たらない。まあ、チョイス使わせたな。よし、でかい。さあ、これは4-2-3。いや、ストレートを狙いたいけども、これでも、S ストレートも先に使っちゃってるんで、ね、ストレート狙いに行くと、危ない。3に切り替えて、あ、繋がったらならば、トレイと、いう感じ。で、これで結局どうなんや？エース何個当てたらいいんや？エース1個でいいんか。いや、エース0でいいんや。借金的に考えたら。そういうことやんな。エース0で多分4、4つ当てればいけるはず。さあ、サイコロに刺激を与えてるね。さあ、どうだ？刺激。プロコン振ってんのかな、これね。ジョイコンかもしれんけど。さあ、どうだ？クッキング方式。うわー、そこまでやってあかんねんやってなるよ。6でいきましょうか。ここ24点いこうか。集まれ集まれ。これだからエース切りか。出目が悪かった場合は。あ、オッケー、ナイス。1個だったんだったらもうエースでいいよ。借金3やからどっかで4つ当てれば買えるからね。で、4埋まってるんで、あなたそれ、悪手になる可能性ありますよ。気づいていない。ほら、4が埋まっていることに。まあ、気づいてるでしょうけどね。さすがに4ダイス狙っただけやろ。さすがに気づくわ。6ダイス。1、1、1。の場合は、なんやこれ。1の4ダイスですかね。打点で。はい、さようなら。まあ、4つ切るわ。
さあ、いてこれは、3狙い盤面か、一応。いい勝負してんな。結構同じとこ埋めてますからね。さあ、これは、6番という形。相手結構上がなんかあれやな。失態してんな。よく見たら、デュースとかも外れしてるし。3の4ダイスで打点狙った方がいいんじゃないかな。OK、3の4ダイス。で、これもう一個当ててフルハウスにしましょうか。当たらへん。あ、でもまあ、4ダイス1点上がったからいいや。ドシーン！相手が結構なんか点少なそうやから、ちょっとした打点が大事やね、ほんまに。これはどうだ ?5 に切り替えて、3つ当てたいかといったところですが、フルお打ち？お打ち当てた！ 19 点やるな、そこちゃんとお打ち当ててくんね。外れたらもう終わりやと思うよ。ノックアウトやったのに、外れた瞬間。オッケー、ビッグスレッド！ダイレクトテイス。やばい、全部6番に見えます。おっと？さあ、ここをもう一個当てると、あえて借金全返済ですが、あーっと、ダメだ、裏切られていく。これ、あえてラボーナがもう厳しいね。ほんな俺がラボーナ取れば勝ちか、逆に言えば。じゃ、ラボーナ取っちゃおう。いやー、ここ頑張って、あと一つ来れば借金返済ですが、ダメだ。ただまあ、最低保証で、まだバトンは繋ぎます。相手としてはまあ、6の4ダイスとかで、ポイント加えられればというところですが。厳しそうやな。これは厳しい。逆に5切ったらどうや。もう、逆にな。B 切ったか。4か6。お、なやこれ。あ、4か6、ちょうど抜けた。一番赤いやつよ。6で行きますか。行け！頑張れー！うわー！頑張らんかい、そこ。ラボーナ諦めようか。ラボーナ諦めます。相手もだってそんな大して難しいやろ。相手ラボーナ取れないんだから。無理無理、もうフルハウス使ってますから。ただこれ6の4ダイスで一発ドシーンってのしかかりで、麻痺狙ってくるのさるから。さあ、ノット。そうやな、6、5個当てても届かへんもんな。で、5、5個当てたらまだ勝てるぞ。5、5個当てたら勝てる。4ダイス切らなあかん、これ。そうやな、4ダイス切って、5、5個当ててボーナスで勝ちやな、あなた。5でヨッとするんだ。そうやな、気づいたな、ちゃんと。その勝ち筋終えてるのは偉いな。まあ、そうはさせないけどね、こちらフルハウスで逃げるんでね。さあ、5が2つ。これで5をヨッとされて負けたら俺マジでビビるな、ほんまに。マジビビり。え、嘘やろ？負け？これで。ほんまにやめて勘弁してほしいわ。これで負けんの俺。大丈夫か？危な！まあでも負け確ではないんか、当てられたとしても。4いっぱい当てたら点は加わるわけやから。えい。これで点加わって、ドーン。で、あとこれで相手が40点足してたとしたら、あ、1点負けるんや。だから、5、5個当てられたら、負けてましたね。すご。いや、マジで怖いな。最後までやっぱ諦めないって大事やね。5でヨッとするっていうのも4つ来たからね。とんでもね。さて、相手いきなりストレート狙い。しかも、両待ち。
さあ、成立するか？ここは相手勝ちたいところですよ。今2連敗ですから、だいぶ腹立ってると思うからね。おっと！さすがにガッツポーズ出たんじゃ？天才スニペさんも。こっちも B で抵抗しようか。しごろですかね？いや、違うな。しごろなんてしたらあかんね、これな。読んでええね。しごろして S ストレートなんか当たったらあかんね。いらんいらん。オッケー。こういうなんかマグレー狙った方がいいわ。S ストレートでもさっき埋めたらほんまいらんのよな。ビッグストレートが狙えなくなっちゃうから。これなると一番あかんねん。ビッグ狙えないから。やばい、全部6に見える。さすがに運営側が、あれか。さすがにあなた勝ちやっていう話になってるんでしょうね。ほら、いきなり B と寄ったよ、もう。運営側がさすがに、はい、あなたの順番ですよ、みたいな。これ以上やったら引退に追い込まれますよっていう、お声掛けになっちゃってるんで。いけ！まあ、2でいいでしょうね。この天才スナイパーさんが落ち込まないように多分調整してくれてるんで。これは、接待マッチですね。どうぞ、とか言って。お酒つぎながらみたいな。さあ、これは、デュース。何やろうね。あーん。あ、6でいきますかね。とりあえず、24当てるなりなんなりかなりするしかないかな。で、当たらへん方はもう知らんですから。あ、まあじゃあ最低保証で勘弁しとこうか。ちょっともったいないけどね。5番。まだでも俺勝ち筋はありますからね。全然全然。終えるんで、勝ち筋っていうのは。走って追いかけるから。ここでスカターンするとかあるからさ、相手が。あー、スカターンしないか。ボーナスを失敗して、その隙ついてみたいなんであるから。ストレートに見えますが、4が抜けたか。そこ頑張ってくれんと、こっちも営業できないですからね。なんやこれ。あかんな。生振り直しですね、こんなもん。いけ。あー、申告なしか。ストレート系の。いや、もう、やむを得ずって感じような。で、これで借金なんぼや。4と1やから、5か。借金5なんで、5、4つ当てればいいか。オッケーオッケー、5、4つ当てよう。相手としては、何やこれ。あ、トレイでいいやん。そんな悩むことないでしょ。トレイが4つ。もう厳しいな。ただこちらも4つ当てて流れ掴むという手があるから、チャンスはありますね。よし。相手の人ジョイコン壊れてんな、多分。スティック壊れてそうな感じやな。めっちゃ滑っとった。3でいこうか。3でヨットとか狙っていくっていうイメージですが。ここもう一個当たらへんかったら、もう、お手上げよな。うん、お手上げやと思いますよ。もう無理やん、こんなん。あ、いいか。あの、4と5、4つずつ当てるわ。さあ、これは、4ダイスとか打点かな？ 4 ダイスの打点を取っていく。まあ、一応まだ筋はあるから、とりあえずまあ4、5を4つずつ狙うっていうのと、何かしら、起きた。いや、これだから、借金を返さなあかんねん、ここで。フルハウス取ってる場合じゃない。ここで、借金返済するしかないんで。4!
いや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 、フルハウスなんか当たんねん。でもあかんねん。結局。点下がっただけやんけ。今ので入れたらあかんの。5でヨットしなあかんくなるから。何狙い？1だ。エース切り。よいしょ。あ、いいですね。うわ、もう5やな、ここな。5で4つ当ててっていうのは絶対条件だから、もう。これあかんかったら俺もチョイス使わざるを得ない。いけ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 、うわー、ダメだ。チョイスだ。なんか来た。あかんの？いや、もうヨット狙うしかないっすね。3！ もう、だからその、頑張ろうよ。頑張る気がないっていうことですよね、これって。不適されてるんちゃう？サイコロが。俺のサイコロ。不適されんなよ。まだ勝ち筋あんねん。ここで当てられたら負け。あ、もう、どこまでやんのあなた。一人でやったらいいんちゃう？それやったら。一人モードでやりや、それやったら。俺関係ないやん。ビッグストレートになりましょうか。これ先に4注文か。あかんねや。ってなると、もう5で、5ダイス狙うしかない。5いっぱい来い！ビッグストレート切り。全部綺麗に決まってんもんな。6番。チョイスの生テイス。やばいやばいやばい。すごい点叩き出しとんな。叩きすぎちゃう、ちょっと。よっしゃ！まだ俺は諦めちゃいねえ！ヨットだ！うーつ、ヨッツ！まあ、でもヨッツはでかい。バトンは繋いだ。ダメだ、もう届かない。あかん、圧倒的。力の差を見せつけられている。ここまでか。非常に強い、ほんまに。さあ、俺は4で4つ当てるしかない。か、4つするしかない。4つしようか、5で。よっとよっと。よし。で、これで36分の1。つながらない、バトン。ダメだ。やっぱり接待マッチやったんや、これ。まあでもそうやんな。その片方がさ、いい思いしてたら、そんな、片方嫌な思いするからさ。接待マッチであるよな、こんな。接待マッチすべきや、逆に。お前だけずるいぞ、って言ってな。売り飛ばしたれとか言われるからさ。世界の遊び大戦もそれは望んでいないはずだ。よいしょ。はい。ということで、218対100。いやー、なんやろうね。引けませんでしたね、何も。何も引けなかった。やらかしたという判断なんですかね、これね。さあ、もう一回行きましょうか。ピロラロラロハーン。さあ、行きましょう。今度は接待マッチ外れてると思うんでね。大丈夫やろ。さあ、5番。なんだと？オッケー、まあまあ最低保証ラインやったら、まあ、勘弁しといたるわ。
もう今回勝つよ。さすがにさっきのはね、もう及ばなかった。そのもう立ち回りがどうだとか話のレベルじゃなかったもんな。いきなり B ストレートヨット当てられたからさ。この場合って、6とか狙った方がいいんですよね。頑張れ！うわぁ！これは4455のお打ち狙い。6でもいいよ。チョイスでいいし。よし！お打ち狙いかつ4でいきましょうか、これは。一応ハウス狙っただけなんですよね。あくまでも別に。当たったからといって、お家に入る必要はない。外で遊びなさい。昔よく言われたやつや。昔はほんま外で遊ぶ時代やったからね。今は多分ね、みんな、カードゲームとか、ゲームとかね、家で遊ぶんかな。なんならその、遊びに行かなくてもネットでね、遊べますから、今の時代っていうのは。もう時代がわからへんよな。今の小学生とか、中学生が何をしてるかなんてことは。もう理解を超越して遊んでるんでしょうね。俺は放課後とか、学校行って、サッカーだみたいな感じで、毎日のようにサッカー開催してましたからね。小学生時代は。今の子供たちってのは、外でサッカーとかすんのかな？ウィーレとかやってんじゃん。さあ、これは最低保証ラインでバトンですからね。どんどんバトン繋いでいく。よいしょ。さあ、ダイレクトビースト。ボコーン。昔はほんまね、カードゲームで、その家、なんか、家遊びに行くっていうのが、あったんですけども、やっぱその毎日家入れてもらうわけいかんからさ。ねえ、親の肩に迷惑かかるからさ。カードやってたけど、なんか外でレジャーシート引いてね、DMI やったりして、で、砂とか被ってカードボロボロなのね。で、スリーブつけてても、スリーブの中に砂入るみたいな。とんでもない環境でした。それが楽しかったな、ほんまに。これは、2かな。一応ストレートも狙えんねんけど、ええわ。これはクソレートかな ?2 でいいんか。で、外れたらもう2でいいんや、これは。お！ああ。2でいいやん。しょうがない。俺外れたもん。お前が悪い。責任転嫁していくからね。サイコロに。よいしょ。さあ、これは、4ダイスの22点。やるじゃねえか。ほい。さあ、いかがか。これ、エース狙ったらあかんから、6か。よし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 。で、ここ頑張ってほしいけどな、でも。頑張れる？まあ、保証ラインで頑張ったか。ならまあ、一応頑張ったなってとこやね。まあ結局、頑張ったか頑張ったかちゃうからな。その、頑張ったか頑張ってないかちゃうんですよね、世の中って。頑張ってなくてもうまくいくやつもおれば、頑張ってうまくいかないやつもいるということですから。それが世の中なんですね。努力は裏切らないとは言いますが、その努力が、努力の質っていうのはやっぱね、人によって違うんで、裏切る場合がありますよ、という話になってくるわ。これは235で S でも当てとくか、おとなしく。いや、もう337拍子でいいか、ここは一旦。勝手にストレート当たる可能性あるもんな、これ。じゃあ、あ、これエースに切り替えるのもありやな。リスクヘッジでエース切り替えようか。リスクヘッジホックを召喚。オッケー。これでいいのよ。エース2取っといたら3、4つで借金返済やから。よし、これ罠にかかった。ラッキー。これ罠ですよ。何がじゃあマジか。
か。ストレートか？まあ、一応ストレートなんで取りましょう。ほい。チャンスはあるよな。でもこれ、俺、フルハウス質高いし、ビーストレート当たってるから、逆に別にヨット当てられたぐらいやったら関係ないよな。当たってないのと同じやろ、それ。フォーダイス埋まってんもんな。うん、チョイス生テイスやろ。よし、ラッキーラッキーラッキー。これ相手5をもう1個当てたらフルハウス入れてたのに。気づいてなかったみたい。ここ5番ですかね。お、ストレートに見えますね。ビッグストレートとか、その辺に。ってなると、3、4、6の、チョイス狙いですわ、ここは。よし、頑張った！結構質の高いチョイスで、抵抗。さあ、これビッグストレートチャレンジしない。結構できそうな盤面やったんですけどね。うわ、やべ、声聞かれた！うわー、声、聞かれた！盗聴器どこや？言うてみ。結構俺さ、なんかあの、盗聴器いっぱい仕掛けられてんちゃうか、ほんまに。この部屋の中に。なんかそのマリオメーカーとか収録しててもさ、DJ ゆるさんとか言う人に毎回のようになんか当てられたりすんのよな。なんで当たるん？マリオメーカーのマッチのタイミングわかるってことはさ、俺がその、マッチの隙間に黙る時間あるやんか。それ聞いてんちゃうかなと思ってるんですけど。それ盗聴してさ、なんか狙ってんじゃん。だから、あの、スナイプできるんじゃん、マリオメーカー。俺、配信してなくてもスナイプ当てられんねんけど。え、これ入れていいんやったっけ？借金が今なんぼや。3、あ、これ入れたらあかんねや。じゃあ、よっといらんか。さあ、フルハウス狙ったらどうだ？ 4 とかで。お！さあ、どうする？いやー、ヨット狙う！すべて6残した方がいいんちゃうんかい。そう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 。っていう風に会話ができるやろ。ってことは、やっぱ、盗聴されてるんですよね。おー、でも俺勝てそうやだけどな、うまくいけば。とりあえず3番いこうか。あ、いいね。ここ3、2つでもしょうがないよな。俺悪くないもん。サイコロに問い合わせてね。俺悪くないもん、この。俺悪くないや。よいしょ。相手はフルハウス、1133とかのクソハウスとか狙ったらどう？フルハウスに失礼やろうが。何がクソハウスじゃん。おい。さあ、あとは俺がこの5と4台で打点加えられるかどうか。いや、これ5やな。もうだからしょうもないデメ出すな！いや、これ、ゴーダイス、ダメだ、ダメだ、諦めないでー。えい。負けた。今のゴー入れるべきやったんかもな。でも、まあ、いいんだ、別に。もう一個にしといてや。よし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 。何点？一応、三つで同点。こっちゃ。もうだからわざと挑戦してる、これ三つでどう、ヨットで引き分けってならへんのよ、このゲーム。なんかシステム上。お！頑張って！頑張って！おっしゃ、初めての引き分けちゃうか？来たー！さあ、延長戦か？初めてや、人生。なにこれ？ドロー！初めて見ましたね、ヨットでドロー。すごい！ヨット人生初めてドロー出ました、皆さん。いやー！
あんねや、ドロー。調整されてると思ってたわ。どっちかがもう当たらへんように。引き分けやったらめんどくさいから。どっちにか、どっち勝ちにすんの、じゃんけんの決めんのみたいな、揉めたらあかんから。調整してると思ってた。内部レートで。中のシステム上、加湿実施で。違うんや。調整かけてますね。最近の環境調整あんま刺さらへんからな。環境変わってるんだよね。読んでいきましょうか。頑張って。よっしゃ。これクソハウス狙うわ。3、4、5とかね。で、これってあんま弱いんかな？いいんか別に。いや、いいんだ。よくねえな。じゃあもう、3とかでいいわ。うん。あ、来た！よし、繋いだ。で、外れてエース切りとかでいいから。なんかストレート狙うよりもなんか、3個狙う方が当たりやすそうやなと思って。上質ハウス狙うんちゃう？これ、豪邸。5566はもうね、フルハウスちゃうねん。豪邸やねん。うん、豪邸狙いやな、さすがに。で、1133とかやったらクソハウスね。めちゃくちゃ失礼やけど。これは、ストレートかな？じゃあストレート俺当てて持ってるから、3でええんや。あ、来た！入れとこか。入れとこ。うん。割とまあ、ええんちゃうかっていう。割と土地のええとこでハウス建てれたからさ。いいハウスですね。さあ、これは相手喜んでるでしょうね。外れても別に当たりやもん。外れても当たり。その外れなしみたいな。あの、ガラガラ抽選会みたいなもんよ。外れなしとか言って、ティッシュ、それ外れや。ティッシュは外れにしていないという。外れなしだーとか言って、それを経費にすな！すな、外れや。ってなるやろ。行きましょ。あー、もうこれで外れたらもう、クソダイスですね。あ、オッケー、当たった。失礼しました。最高の失礼な発言をしてしまった。さあ、4つに見えますよ、これは。ただ、人のサイコロにやっぱ文句言ってられんからな。人のサイコロは人のサイコロだからさ。人は人、うちはうちなんで。相手が4つ当てようが関係ないです。うん、当てようが。それ相手のサイコロの話やからさ。みんながゲーム買ってもらってるとか言っても、1人2人の話や、その世の中。関係ないよ。みんな買ってもらってる、俺も買ってくれ、みたいな。小学生時代はよくありますよ。みんな買ってない。だいたい1人2人や。よいしょ。さあ、これは、フォーダイスの、両S フォーダイス、いきますか。ちょっと相手4つ当ててるんで、強気強気に立ち回ります、今回。ほんまは5入れるべきやねんけど。相手のヨットに合わせて、こちらも早めにもうスタートかけていかないともう間に合わないよねっていう。そういうことになっちゃうんで。競馬でね、例えたらその直線向いた時にはもうゴールしてるみたいな相手の馬が。そうやったらもうあかんやんか。じゃなくて、ちゃんと射程圏内に追いつく追いつく、追走するってことが大事なんですよ。ほんで、最後に差し切ってゴールにすれば OK なんで。やっぱ !4 つ。ヨット入れましょうかっていう話でね。今回は俺ラゴーナがね、飲みする可能性ありますね、これね。相手がほぼラゴーナ確定でヨットも取ってるから。俺もだから6とか4つ当てるとか、プラン組まなあかんのちゃうかな。ビッグプランを。この場合はね、もう当たらないって考え、いや、当たる可能性があるから。これ、もう、通そう。通します、企画を。通さなければよかった。
じゃあ24でどうだ。いやー、結構すごい勝負、すごい勝負という形。4の4ダイス狙うか。まあ、5でいいんちゃう？うん、5でいいと思いますよ。で、エース切りとか、まあ、うん。そういう感じ。Bストレート来い！あー、Bストレートのように惜しいな。ちょっと被ったな。4がちょうどいらんのよな、これな。3か。3やな。一番低いやつでいこう。で、なんなら勝手にストレート当たる可能性あるから。当たらなかった。頑張ってね。よし。ほい。さあ、お相手さんどうでしょう。3と2と5が空いてますんで、当然3を狙ってくると。ビッグストレートの生当てだけが怖いね、ほんま。なんか適当に振っても当たる時あるからさ、ビッグストレートって。トレー、デュース。この場合デュースの方がいいんかな？どっちがいいんやろね。この場合デュース来た方がいいんちゃうか。ね、4がもうあかんのな。認められないっていう話になっちゃってるから。ここビッグストレート狙う。いや、狙わない。狙わない方が硬いのか。2とかにこだわった方が硬いんだ。狙ってもあかん可能性あるから。手堅く行くならこうだな。もう2を確実に増やすっていう。あ、これでいいんや。で、これで、6、18でいいから。もう借金せずに、ラボーナを取るってことが大事だよ、これ多分。俺4ダイス26取ってるんですよ、これ。今回4ダイスで勝つ試合やから、いかにそのもうラボーナを取るかっていう。相手が5を3つか。俺だからエースとかも狙うべき盤面に来ちゃってるんでね。2か。あ、ビッグストレート！よっしゃー！ダイレクト直通！そう、2とか3とか4残してればこれがあるからいいよな。適当に当たる可能性あるから。うわー！これどうなんやろ？ 4 つ当たったら4ダイス行くんかな？ 4 ダイス行くよな、これ4つ当たったら。勝負しやろ。うわ！これ4ダイス行くやろ。よっしゃー！引っかかったな、罠に。そんな都合よく行くかよ。そっち、5、3つでいいのにな。4つ当てなくなっ、あかんくなっちゃったよ。お相手さんよ。罠に引っかかったな。え、ちょ、待って待って、これ1でいいか。1、1個目で1個やったから1でいいや。うわぁ。へっぽこダイスですね、これ。えい。あ、2来た。まだマシ。だってこれ相手役作れなかったらもう終わりやで。俺だって2とか5とかで確実に点入んねんから。だから、4ダイスを使って5を3つ狙うのがあなたの活字だったのに、早まったな、ボーナスを。ボーナスの前借りと言います、それを。5で行きましょうか。頑張ってー！まあ、ここはもう、しょうがないかなっていうところ2つなんで、まあ、3つ、オッケーオッケーオッケー。もうこれで、とりあえず相手上回っておくってことは大事だから。まあ、クソ4ダイスとかでもちょっと抜かされるのが怖いな。2とかの4ダイスとか抜かされるから。よし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 。1の4ダイスはやめといた方がいいぞ。もう振り直しとかでいいと思うで。1の4ダイスする場合は、116とか、指定がいるな。だからもう、4とか5とか、いや、6いったらどうや。1の4ダイスいくか。やめた。いやー、これはもう振り直しでいいんじゃないの。そうそう、6とか、うん。そういうのがいいと思いますわ。うん、そうやね。これで当たるかどうかした方がいいと思う。で、
ってアウトと。で、俺は2を4つ当てればボーナス。ここで4つ当ててもビビらしたりたいな、相手は。どうせ高かったんやって言って、こう観念させてあげたい。気持ちよく。あー、ちょっと気持ちよく、これ、ほら、相手も気持ちよくなれなかったね、これやったら。はい、ということで面白かったですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。